鳥取県立米子工業高等学校は鳥取県米子市に所在する県立の工業高等学校である略称米子歴史1923年に開校した鳥取県立工業学校を前身とする2013年に創立90周年を迎えた設置課程学科全日制家庭語学科交渉高科,科科士は3番まであり各番に 孔明の米子工業高校が登場する。制服2003年より男女ともグレーのブルザーにネクタイ、チェック柄の標準ズボン、プリーツスカートとなっている。改定前は男子は標準学生服、女子は黒に近い根地に白線3本、紺のネクタイのセーラー服であった。男子は制服の襟の部分、女子はポケット部分に 交渉を予びかのマークのバッジをつけていた。同窓会、米公会と称されている。東京、関西、東海、県内各地に支部を持つ。また、花の会と称される、出身女子の会も存在する。校内に同窓会館があり、1階は食堂、勾配、2階には和室に部屋があり、部活動の合宿や作動部の部活動に使用されている。 設立に至る、経緯工業、学校時代申請工業高等学校学校祭、米校祭と呼ばれている。文化の部が2日間、体育の部が1日間、計3日間にわたり9月下旬から10月上旬に開催される。各クラスがユニフォームを制作する。かつてはクラスごとに張り子を制作するのが伝統であったが、2000年代に入り、学校の作り改築が進むとー地が狭くなり、 ハリコは制作されなくなった。なお、体育祭では33人リレーが行われ、学年ごとのクラス対抗で一人100メートルのクラスのほぼ全員参加のリレーとなる。なお、女子生徒には15メートルのハンデが与えられる、球技大会毎年秋に行われる。競技は固定しておらず、毎年生徒会にて決定する。強夫大会毎年秋に行われていたが、 1990年代末頃より行われなくなった。応援練習新入生に対して4月中の1週間、生徒会による応援練習が行われていた。指導される曲目は校歌、応援歌2曲である。この応援練習を乗り越えて真の米高生になったと言われる。以前は市内、木刀等が使用されていたが、 応援団による応援練習のあり方が問題視されるようになったため、1990年代末頃より、木刀、市内等は使用されなくなり、2000年代に入り、応援練習そのものが行われなくなった。運動部分下部卒業生指導者、ありがとうございます。